皆さんどうもこんにちは、ウィズプランツの掛井です。今日はですね、植物用の LED ライトっていうのが届いたので、ご紹介したいと思います。買ったねこういうのマジで開けるとき楽しいっすよね。何の説明もなくいきなり開け始めましたけど、植物ってもちろん光が重要じゃないですか。で、光とこの肥料と水っていうのが重要なんですけれども、はい、光っていうのをちょっと確認してみたいなと思って、育成用の LED ライトですね、はい。値段は2700円ですかね。よし、これで開くかな。はい、あ、僕のチャンネルも植物と共にみたいなこうキャッチフレーズがあるんですけど、植物と暮らそうという、植物と暮らそうパーサー植物育成ライトということで、開けていきたいと思います。よいしょ。あ、これなんか斜めになってますね、すごくはい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 。ああ、もうこれだけなんですね。はい、ポーンと入ってます。 LED ライトですね、はい。当社製品サービスに対するご愛顔の印として謎のギフトを用意しております。謎のギフト、遠慮なく、ご注文の喜びをご連絡いただければと思いますということで、あ、こっちご注文の喜びじゃない、すいません、ご注文番号をご連絡いただければ幸いですということで、はい、なるほどなるほど。いや、まあこれをとりあえずで、あ、このねライトなんですけれども、まあ後で今実際光やってみますけども、なんかいろいろできるみたいなんですよね。これリモコンになってるんですけど、なんかこう色合いを変えたりとか明るさを変えたりとか、タイマーをつけたりとかですね、はい。あ、これ3本別々なのかな、はいはいはい、なるほどなるほど。よいしょ。説明書と、サイクルタイマーっていうのがあるんですね。で、今回扱える光がこの範囲、この2箇所なのかな、主には。それの数が違うんですね。どれぐらい光らせるかっていうので、3パターンあるみたいです。はい。なるほど。はい。実際に、使ってみたいですね。これ挟んでいけるかな？挟んでみますね。うん。で、とりあえず挟めました。とりあえずその向きをこっちに向けなきゃいけない。よいしょ。よいしょ。これで、あ、USB になってるんですね。はい、いきますよ。あ、なんか電気がついた。青い電気がつきましたね。これ押しちゃっていいのかな？まずは、プラス。違うな。電源ボタンか。お、ついた。見えるかな、これ。ついてる？見えます？これは、ちょっとこれで見えるかな？ついてますよね、一応ね。はい。で、これの色が変えられるのかな？あ、青くなった。赤くなった。どっちもになった。っていうことですね。なるほど、なるほど。これじゃあ今度暗い時に撮影してみたいですね。今明るいのでなかなかちょっとこれの、そのどれくらいこう照射されてるの、うん、でもかなり明かりがついてる。今ね、ちょっとじゃあ明るいのでまた、暗くなったらこの撮影してみたいと思います。夜になってから撮影しようと思ったんですけど、
ちょっとあのカーテンを閉めてやってます。今どうですか皆さん、いい感じですかね。結構明るいんですよ実は。あのこうカーテン開けるとこんな感じなんですけど、結構わかります LED やっぱ明るいんですよね。明るいっていうかこの結構多分この青い光って自然光とはまた別ですごくこれ強いと思うんですよね。これが LED です。ちょっと明るさ変えてみましょうか。はい、これがまずオンですね。で明るさの変更でこれが一番暗い色ですね。これが一番暗い色で1段階目ですよね。2、3、4、5、一応これでパワーが、20から100まで5段階あるみたいです。これが今100の状態ですけど、電源ボタンを押すと2本になったりこう1本になったりするみたいです。はい、なるほどなるほど。ということで新しく届いた LED ライトの紹介をしました。こちらの商品あのリンクとか貼っておきますので、もし興味がある方はぜひご購入してみてください。で使い勝手とかね、もし質問があればぜひコメント欄に書いていただければと思います。それではまた、ウィズプランツの影田がお送りしました。もしこの動画良かったら、いいねをしていただいて、チャンネル登録もしていただけるとありがたいです。今後ね、この LED ライトを使った育成みたいなのにも取り組んでいきたいと思いますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた。